谷口と8番の後藤、中部勢が位置を上げていきました。残り2周回、一気に前段を切っていく1番の谷口と8番後藤です。中部勢が先頭2番手と変わって巻き返して2番の染谷幸喜、今日は果敢に先行策に出るか。2番の染谷と後ろ9番佐藤和也、5番須永優太と前の3人出まして残り1周半を切りました。そして中段位置に折り合った4番の谷口、8番、1番の谷口、8番の後藤脇人、中部両者 4,5 番手ですが後方ややもつれています。内を救ってくるのは3番の野口大成、九州勢、後ろに回った4番森谷陽生、岡山勢は 8,9 番手、残り1周切りました。さあ2番の染谷幸喜、マイペースの先行策、後ろ9番の佐藤和也、そして5番の砂賀雄太、続いて4番手中段から1番の谷口明政。さあ車出るかどうか、最終バックを通過しました。一本棒だ。6番手に4番の森谷陽生、岡山勢。さあこの後ろから3番野口大成が踏んできましたが、さあ2番の染谷幸喜、突き放しにかかる後ろ9番の佐藤和也、追いすがって前2人並んできた。佐藤和也かましてゴール。2着は2番の染谷幸喜、粘ったか。5番の砂賀雄太と接戦。